しゃるんですが、筑波大学附属駒場高校、筑波大学医学部の卒業でございまして、今、東京都の江戸川区の眼科病院で眼科医として治療を行っていらっしゃいます。で、眼科医でいらっしゃるんですけども、どんどんたくさんいらっしゃいまして、老いた親子の上手な付き合いなどの方がありまして、先生、眼科のお医者さんなのに、その親との付き合い方っていうこのテーマで本を書いてらっしゃる、ちょっと面白いですよね。そうですね、親との付き合い方というよりは、よく高齢者の方がやっぱり眼科って多いんですね。おう、まあ、白内障とかそういうのがありますので、でそうすると、皆さん年のせいだけで認知症のせいとか、こういうふうに全部思われがちなのが、実は目が原因だったりとか、それこそ耳が原因だったりとか、体の何かが原因でそういう困ったことが起きているのに気づいてない、全部のただの年のせい、認知症のせいって思われている方が多いので、ちょっとそれも知っていただけるとなってことなんですね。なるほど。どうですか、娘さん息子さんが眼科にそのお父さんお母さんと一緒に来られたりすることも多いと思うんですけど、高齢になった親に対して困ってるっていう方多いですか。はい、だから高齢になった、言うこと全然聞いてくれなくなったとか、一時になってきたとか、あとまた全然やってほしいことやってくれないとかっていうのは、皆さんよ